YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。えー、藤井元気です。えー、今年も一年元気にやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、YouTube の方もですね、まあ、いろいろ規制がありまして、えー、語れないトピックというのもいっぱいあるんですけれども、まあ、そちらの方はですね、えー、私が有料で配信しております、ワールドフォーキャスト、まあ。こちらの方を見ていただくとですね、 え、言いたいことを言っておりますので、え、この、いろいろな話題についてですね、え、規制なしで、万なしで、え、私が、あ、お話をしています。まあ、こちらの方を見ていただくとですね、特に、まあ、経済の動向ですね、え、世界の経済の大きな流れはこうなってんだよと、もうアメリカ、ヨーロッパの経済の流れこう、え、エネルギー価格、原油の価格はどうなるんだ、え、エンドル緩和さはどうなるんだ、 えー、円とユーロの関係はどうなるんだ。まあそんなですね、大きな流れをお話ししながらですね、皆さんにより的確なですね、えー、経済状況をつかんでいただくという、こういうサービスをしています。まあ政治と経済っていうのも一体でしてね、 ですから、あの、政治の方の流れも見ておかないと、経済の動きもわからないということですね。例えば、トランプ政権がアメリカで生まれる。これでガラッともうアメリカの経済政策変わりますと、アメリカ経済が変わります。バイデン政権が生まれまして、またトランプさんと全くま、ほとんど真逆の方向に政策の舵を切りましたので、トランプ時代大変うまくいって、うまくいっていたアメリカ経済が今度ですね、全然うまくいかなくなっちゃって、 え、インフレ気味になってきて、景気もあんまりよろしくないというような状況になってきました。今年はですね、まあ、失業率はアメリカ下がって、ややその点では景気はいいんですけれども、インフレを抑えるのが大変になりますよね。ですから、このインフレを抑えるために利上げもしなきゃいけないということですから、あまりアメリカ経済全体の 流れはよろしくないといいいいととうに考えた方がいいと思います、まあ、その中で、金価格などは、ちょっと調整が年末年始入りましたけれども、引き続きずっと高くなっていくんじゃないかなと私は思ってます。そうですね、1オンスで2000ドルの大台に乗るのも近いんじゃないかなというように私は予測してます。 そして、え、円安ドル高の傾向も続くと思いますので、まあ、長期投資ということで考えていただくと、金の現物を買ってもですね、買うということは大変良い,い資産の分散、投資、投資になるんじゃないかなというようなことも考えております。まあ、こういったことは、私のワールドフォーキャストの方で詳しくお話をしています。それからまあ、講座ということで言いますとね、 情報リテラシーシリーズというもの、これを出してます。この情報リテラシーシリーズがいわば、まあ、基礎編でありまして、私のざまなですね、学問の、国際関係を中心とする学問の基礎編になっているのが、情報リテラシーシリーズということで、政治学もあれば、経済学、国際関係論、歴史学等々があるわけですね。 そして、まあ、この大学の一般教養課程にあたるような、この情報リテラシーシリーズを見ていただいた後はですね、まあ、上級編として、日本最高戦略のシリーズがあります。これは、各会のですね、エキスパート、信頼できるエキスパートと思われる方にですね、それぞれの分野で、でのですね、お話を私が聞き手になって引き出すというシリーズなんですね。 これを見ていただくと、日本がどういった方向に今後進んでいけばいいのかということの大体の方向性がわかると思います、えー。大化と、ということでは西尾幹事先生にもこれにはご登場いただいてですね、えー、大変奥行きの深い日本文明史、日本通史をお話しいただいております。 それから昨年はですね、さらにその後に作りましたのが戦略論のシリーズなんですね。戦略論シリーズ全10巻があります。これで毛沢東からマキャベリから孫子からクラズビッツからまあいろんな世界の戦略家を取り上げました。そして我々の本当に生活に生きる戦略論というのは何なんだと。単に紙の上の学問じゃなくて 戦略というものは戦争に勝つ方法論ですけれども、人生というのは戦争であるというふうに考えればですね、戦略論というのは我々の個人の生活に必ず生きるはずなんですね。また、生かさなければ戦略論も勉強する意味はないと思います。その意味で実践的に生かせる戦略論ということで、全10巻のシリーズを昨年取り終わりました。 これは時間が変化してもですね、どんなに時間が変化しても、それに耐えて皆さんに見ていた,いただける人間にとっての知恵の宝庫のような、知恵の泉のような戦略のシリーズであると私は思っております。まあ、時事問題、日々の動き、政治、経済、世界の国際関係を追うという点では、 ワールドフォーキャストをご覧いただけると一番ありがたいし、マスコミが絶対やってない情報提供をここでやっております。まあ、特にまた予測という点にですね、重点を置いておりますから、これからどうなるんだということに興味がある方、投資家の方、経営者の方、このワールドフォーキャストはぜひご覧いただきたいと思うんですね。それから深く勉強していきたいという方には、まず基礎編としてですね、 えー、情報リテラシーのシリーズ。そし,そして、えー、日本最高戦略、えー。さらにその上にですね、えー、戦略論、うん、ですね、えー、のシリーズというもの、これ3つが完成しておりますので、えー、ゆっくりとじっくりと勉強していただきたいと思います。やっぱりこういう基礎知識が豊富ですと、日々の問題、えー、現在進行形の問題を理解する上でもですね、 より理解が深くなるし、自分なりの見通しが効いてくると、自分なりの予測ができるということになっていくと思います。今年はですね、さらに講座ではですね、様々なものを考えておりますけれども、まず、明治外交秘話というですね、大変素晴らしい戦前、はじめに昭和2年に初版が出た本があるんですね。 えー、この本の復刻をやります。これは復刻しただけじゃ読みにくいんで、私がきっちりと解説をする形で復刻をいたします。これは小松緑さんという日本の外交官、むつむねみつの訓導を受けて外務省にですね、入って活躍した、えー、このむつむねみつの弟子と言っていい、小松緑という外交官の方がお書きになった本で、昭和2年に初版が出た本なんですけれども、これは 外交の、明治外交の内幕を語ってですね、当時の日本人がいかに苦労して、この明治の日清、日露戦争を乗り越えですね、世界に日本を羽ばたかせていったかということが本当に手に取るようにわかるですね、素晴らしい外交の本です。外交の教科書の一つにしていい本だと私は思っています。戦前大変広く読まれた本なんですが、戦後は忘れ去られているんですね。 この小松さんの明治外交碑はですね、この復刻を解説付きでありますので、これもですね、ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。まあ、その他柔らかい話も含めてですね、まあ、文化的なトークも含めて、さまざまな話題についてですね、この展開していきたいというふうに思っております。 また、今年の私がカレンダーを作りました。これは私が趣味で描いております絵ですね。絵を一月に一枚私の描いた絵を装飾に使ったですね、カレンダー。これを作りまして、お正月のキャンペーンでお買い上げいただいた方にはですね、このカレンダーもプレゼントできるということになっております。まあ今までになかったいろんなですね、楽しいことも含めて、 え、また、真面目な勉強、そして情報提供も行っていきたいと思っております。え、YouTube の方もですね、その、ま、許された範囲内でできる限り多くの、え、情報提供をやっていきたいと思いますので、今年1年もまたよろしくお願い申し上げます。